んと、はい、今日はお引越しが完了しました、はい、2日間かかりましたね。2日間かかった、はい、で朝からずっといろいろ作業して、はい、倉庫とか片付けたけど、はい、全く終わりません、はい、明日あと丸1日かかるから。そうですね。で今日の夜マリモを迎えに行って、なるほど、まあ、その動画もまたマリモをはじめとのおうち動画も作るけど、はいはい、まあ、ある意味マリモハウスだからね。そうですね、マリモのため、はい、でもね、でも、うん、畑とかも、まあ、いろいろ見ていきましょう、はい、これさっき水やって、はい、まあおいおいこう畑の動画も上げてるんで、はい、倉庫はちょっと片付け動画はそのうちまた出すんで、はい、竿を片付ける動画そのうち撮るので、はい、倉庫はまた出す。でここ今あのジャンボひまわりの種が、ジャンボなんだ、2メーターぐらいになる。てかさ、ちょっと今パッて見て思ったけどさ、うん、とりあえず草むしりじゃない。片付け全部終わらして草むしりで、ちょっとここ2、3日釣りは出れないな。へぇ、いきますか。はい、さあ、お家でまず、まあ、この下から見ていきましょう。はい、お邪魔します。で、ちょっと家具のコーディネートさん、はい、これも多分もう動画になってるけど、涼しい、はい、涼しい。で、ここら辺持ってくるつもりなかったんだ、もともと。で、まあ、とりあえず家具コーディネートしてもらって、1ヶ月後ぐらいに、高校の青枠にですね、結構な高額な家具を入れる予定なんだけど、はい、で、これ持ってくる予定なかったけど、はい、あの、マリモの匂いついたやつをいっぱい持ってきたらいいって言ってたから、とりあえずね、ね、こいつ、これマリモずっと寝てたからこれ持ってきて、はい、うん、意外に色合いが合ってんだよね、ね、これなんかめっちゃいい感じですよね、このキッチンの感じ。ね、いいよね、で照明があって、ジムもここで食べれる、ここで、うん、ここで食べれる。あ、でもとりあえずは、ああ、ね、とりあえずここでいろいろみんなおかとかやって、で、ほら、この棚も綺麗に収まってるよ、ね、めちゃくちゃ広い、ほら、いろんなやつが収まって、はい、いいですね。この照明につけたらいいんだろう。なんで開いた、幽霊じゃない。あ、お前ここにもおるぞ。幽霊、幽霊ここにもおるよ。はい、いいね。これならね、この前釣ったほら27あんくらいのでっかいヒラマサでもね、いける、まあ、でもね、はみ出るよ。あれでもそれこそさ、あんなヒラマサ行ったら外でさばけばいい。まあまあね、水道もあるし、なんかこんくらいだよ。もう男2人作業したね、今までこんくらいだったもんね。倍近くはなってる、ね、こんくらいのまな板作る。このサイズのさ、測っていいね。いいね。で、こっちからの景色がまたよくない。いいね、もうね、眺めがいいじゃんね。この景色がいいもん。おえ。お湯張りしたって。お湯張り。お湯張りはしないでいいけどな。まあ、この後入ればいいじゃん。そうね、あ、俺ね、昨日引っ越ししたからね、昨日風呂入ってね。めっちゃ頭がいいよ。こっち、お風呂でお湯張りして。あ、いろいろ、あ、結構綺麗に収まったじゃん。なんか道具がいっぱいあるから。前の家よりここは圧倒的に狭くなってるから心配だったけど、冬張り開始した。あ、大丈夫。で、ここもあの食洗機じゃなくて空気清浄機じゃなくて、あれ。あれは、あれです。楽器スペース、楽器スペースどうしてたの。ここしかないよ。ここしかないね。でもここはここでさ、広々使いたかったんだよ。でもだけん、由来さんの部屋にピアノがあるでしょ。だけん、あ、聞こえる。合わせれる カモはでもね、あ、合わせれるかやってみよう、そっち。よし。ここ右奥がヨライさんの部屋になってます。じゃあ、聞かせるよ。はーい、最大音量するよ。はーい。あ、聞こえる。うん、聞こえる、ヨライさん。おーい。はい、ありました。大丈夫です。途中から聞こえてきたんだけど。大丈夫です。あ、でもそんな音聞こえないね。最大でめっちゃうるさいと思ってたけど、さっきでも岩井さんが弾いてたのはちょっと力強かったけん、これよりはちょっと聞こえて、聞こえやったよ、ランも。はい、じゃあ次、はい、今度さ、髪誰か入って指輪さん驚かそう。さ、あと一つ思い出した。盾を持ってくる。ちょっと入れるとそこ。入れるっちゃうんだ。あっ、しまっとする。あー、壊した。
にバレるか。壊したー。家壊したー。うん。弁償。弁償で3000万。家壊した。何してくれよと。あ、入った入った。弁償。そこもなんか間接照明でなんかピッてやで、ね、ライトアップしたいですね。掛け軸は掛け軸。掛け軸左折る。うん、でかい。まあまあとりあえずこう置いて、なんか立てかけるあれば買いますか。いや、多いでしょ、怖いわけじゃん。いいじゃん、うん、いや、傷入るよ、なんかゴリゴリよ。はい、いいじゃん。ライト欲しいですね、うん、はい、じゃあ僕の部屋でーす。はーい、お邪魔しまーす。マリモハーン。あ、襖がいいね。襖じゃなかった、障子か。もう破けそう。襖はこっち。ほんまこれ、てや今破ったろ。絶対これ寝返りでバリになる。もうちぐちゃなやろうね。これこっちくるかね。こうしようかな。コンセントも向こうありますね。あ、ほんとや、充電しながら。なんでさ、カーテンレールここまでしたっちゃろうね。なんでやろね。こう分かった、もう隠し扉前。あはぁっじゃあ行きます。いろいろなんかこの家謎が多い。謎が多い。いや、一番の謎はこれやろ。このライト行くよ。スイッチオン。一番の謎。なんかね、足元一番の謎。あとさ、こういうのをどこにかけるか。玄関でもよくない？これいいと思う。いいと思う。ねえ、ここでもいいじゃん。玄関はいいかも。ありありあり。この広大なスペースにさ、うん、頑張ってはしご買ってきてさ、魚拓とか並べていく。そこでもいいと思う。ね、これはこの壁全部に貼っていこうか。あり寄りのありですね。ね。じゃあ、編集部屋は最後ね、お楽しみ。はい。俺の部屋の前に。抜け柵もここにいます。あ、抜け柵いた。そうそう、抜け柵忘れてた、ね、謎部屋。はい。物置部屋。まあ、物置で。まあまあここはもういいでしょ。はい、抜け柵をちゃんともっと見てやろう。抜け柵遊ぼうぜ。前は遅くなってからちょっと緊張してやろうが、うん、遅くなったろ。うわぁ、よかった。にゃぁ。こいつ、ね、引っ越ししてちょっとイライラしちゃっけ、はい、そっとしとったっけ。そうですね。あ、散らかってる。お、キムの部屋。待って、風呂入ってない、風呂入ってないけど。ちゃんと止めてね、ちゃんと止めてね、ちゃんと止めっぱよ。止めたよ、全部どこまで。かんねえよ。はい、最後です。はい、はい、編集部屋でございます。じゃあこれが一番うぇっ、うぇっ、うん、まあ今日いない人の机は散らかってますけど、うん、まあね。ちょっと疲れてる。ドクちゃんの絵も残って、はい、もっと広々なると思ってたけどですね、結構意外にいっぱいいっぱいやったけど、うん、やっぱ壁壊して正解やった。そうですね、最初壁壊さんでやってみようかとか言ったけど、うん、大正解、うん、まあそんな感じで、はい、じゃあリビング戻りますか。はい。はい、あとマリモの、ね、そうですね、お引っ越しも動画にすると思う、はい、とりあえず今後はちょっと引っ越し関連の動画でバッてなっちゃうけど、うん、まあそれ楽しみがいっぱい増えたので、はいはい、そうですね、ぜひご覧ください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんで家紹介。ちょ、風呂入ろう、マジで。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。
ね